自分で切ったみたいな。1000円買ったやけど、1000円切ってきました。はい、今日は、はい、今日のあのお悩み相談一つで、はい、でも、なんか、はい、だいぶようなってる。本当ですか。うん、ようなってる。だいぶ、八の字と、うん、あの、揺れる、はい、ですね、はい、これが今、自分の中で一番しっくりきてる。はい、はい、あともう一つ、うん、自分の中でダウンスイングの時に、うん、こっちの側屈は随分とイメージというか感覚は出ると思うんですけど、はい、切り返してダウンスイングが始まったここでインパクトに向けての側屈が、うん、左の側屈がなかなかこう自分にはまってこないという、まあ、そういう左の側屈を残したまんまインパクトまでどうやっていったらいい。あ、そうですね、こう自分の中でやっぱこう左の側屈を残して行こうとすると、うん、なんかこう逆に言ったらこういうイメージになってしまうんです。ここをこう絞ったまま行こうとすると上から入っていくような感覚になってしまうんで、それがどうなんやろうって、まあ、間違っとるというかそれは違うなっていうのは分かってるんですけど、こう、 うまくいかないんです。いかないね、それね、はい、うまくいかないんです。そこね、そういう質問。もう一回打って、はい、もう一回8の字、インドルを入れて、大丈夫なのかな。あ、本当に、うん、まあまあ、ちゃんと練習してる。
やってるところが深い、うん、今のも実は案外、そうなんですか、あれでも俺からするとこうしまいすると思う、もう、もうこんなんやんか、嘘っていう感じやんか。腰回さないってどんな感じですか。腰を回さないから俺の腰回さないはどんな感じって、はい、どんな感じ、なんかここ一回詰まってるんですね。そうそうそう、だって腰回さないから僕はこんなうず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 う極端に言うとね、そう、俺の腰回さないというか、やった方がいいよっていう動きっていうのは、なんかわかる。わかる、わかる。じゃあさっきこう、このイメージで全然行くって言った時でも、うん、やっぱこうなってるよって言うんですよ。なっちゃってる。そうそう。そうそう、そう当ててみ、はい、そうそうそう、おい、そうそうそう、そう当ててみ、こうじゃない、そうじゃないよ、そうよって、大変やろ、大変やろ、打てへんよ、はい、でね、ちょっとこれむちゃむちゃなこと言うけど、これはね、はい、一応あくまでもイメージ、はい、で今や良くなってきたねっていうのはまず八の字を書いて胸の前、うん、そうや、うん、そうやね、でインパクトはどこっていう話、そうやね、そこや、ね、逆の八の字を書いて、そうそう、はいはい、そう、インパクトカウントになった、逆の八の字変えたときに、そう、八の字変えたときに、それペース戻ってる、戻ってる、こうなる、そう、そのときにペース戻ってる、戻ってないよ、あれそこそこ、あー、戻らんとあかんの、戻らんと、逆の八の字で実際動いてない、はい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 、でも逆の八の字にペースが戻るところの下半身の感じがいい、だって逆の八の字ってあ左肩絶対下がるでしょ、はい、でその時に下半身がどうやったらペースがまっすぐ戻ってくるっていう下の使い方ができない、あこうね、うん、そうそうそう、はいはいはい、そう、僕はそうなってるってことは、うん、僕の左手はこうだ、そう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 、はいはい、逆の80で書いたらね、なるほど、うん、これ難しいですね、難しいだからこことここのまずもう逆になるっていう、そう逆になる的には、そうだからその下半身はリードしなければいけないけどリードしちゃいけないよっていう、ちょっともうわけわかんない、そうですね、そう、マジでしたね、難しいです、難しい、これは本当に難しいけど、でもそれぐらい今日言ってることが、だってなんかもう今までとりあえずちょっと言ってきたことっていうのはもう出来かかってるじゃん、そうです、ね、そう、はいはい、で今日の質問はだからちょっとこれ深いなっていう、ああ、うん、そういうことか、うん、だからこれちょっとあるかな、こうやって八の字描いてる場合はここから手がこう戻ったとこがこうだけがストレートゾーンやって話し合い、はい、でそうそう、例えばじゃあこっちの八の字をした時にここからここがストレートゾーン、ああこの角はここやね、はい、こっちの八の字してる時はここからここがストレートゾーンで、はいはいはい、こうやってるときは
ここからこっちがそれぞれ。あー、なるほど。はい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 。分かる。分かります。うん。ドローか、まあ、入れてしまえば、どれだけ。そう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 。だから、例えばバックスイング今ここから行くと、はい、でもこう取ってるじゃんバックスイング。こうですね。こう取っていって、はい、ブランコ取る。まあ、まあ、次こう、いやいや、次ここブランコ置くだけでクラブってちょっとシャンない。はい。じゃそのまんま下半身右に切ってみる。そう。こう当たって今度まっすぐになる。ああ。じゃあ今左ショットだって。ありました。はい。はい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 、はい、そうこう上げてきて、うん、こうで、そう入ってくるまっすぐ、あ、ほんとですね、うん、ブランコこうで、はい、で反対の反対こっちに戻って、そう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 、そう今まっすぐになって、あこのファーストからの戻りで受けてるじゃないですか。そうですね。うん。ああ、理屈は、なるほど。なるほど。早く受けてできる気がしないですけど。練習してください。あ、ごめんなさい。でも、ゆっくり。ゆっくりでいいじゃん。そうですね。ゆっくりやると、ゆっくりやると。こう入ってきて、まあ、ブラックホールとシャドウになって、うん、こっから、こっちに。そうそう。そのまま左に、そう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 、そしたら左の肩が浮いたっていう感じになくなったんですね。ああ、そうですね。うん。うん、最初はね、それをごっついショーツ入れて、後ろから何の球浮かへんやろ。そうだから変な話っていうか
ちょっとこれはむちゃくちゃ、あの過去にもね、これを動画上げてんねんけど、はい、むちゃくちゃはないけど、こういう感覚もいるって、これむちゃくちゃやで、はい、むちゃくちゃこういう感覚もいるっていうのはもう時々ダッスもこういうことやってるけど、はいはい、あの一番ねもこういうことやってるけど、こう胸はこうなんやけど、胸はこうなんやけど、はい、プラブだけはこうやねっていう感覚っていうのはね、はい、そう全くゼロではなくて、はい、でも実際これは違うね、あの本当にちゃんとこう動いてんねんけど、そのさっき言ったここから入ってきた時にここう振った時のここも感覚としては持ってないと、はい、うん、あのここができない、そう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 、だからまさに上と下、これね、あのちょっと濃いんで、もう一回、もう一周また言います。これ、お前これスイングからやり直す。あ、そう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 ね。な、そう。ほんまに。そう。それぐらい正午からやり直さんと、そう。上と下が逆に動かへん。動かんね。いつの間にか一緒になってしまうというか。そうそうそう。そう、ちょっと、そうね。これはあのちょっとガチで、ちょっと濃いんで、もう一回行きます。もう一周やります。ということで、はい、あのどこまで掴めたかわかんないですけど、はい、はい、はい、もう一周やります。ありがとうございます。お願いします。